はい、経過元の創業を展開しております合同会社おもてなし便の椎名翔です。今回もですね、弊社の試し体験に来ていただいた竹熊さんのインタビューをですね、続けてお送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回ですね、心配していることとして、伺ったのは、駐車禁止の、取り締まりについて、はい、伺いました。で、まあ、これについてはですね、次の実は質問がですね、その不安を今日解決できましたかという、はい、ことなんですけども、はい、解決は当然できてないと思うんですよ。そうですね。はい。できてないですよね。できてないですね。で、これは、まあ、できないんですけど、まあ、うまくくぐり抜けるって言い方はあんまりいい方じゃないですけども、何かちょっと方法をね、はい、うん、見つけたり、あとは、まあ、ドライバーさん同士でいろんな情報をシェアし合うとかね、はい、いうことで、まあ、ちょっとくぐり抜けるというか、はい、消化していただけたらいいのかなと思います。はい、ただ、やっぱし毎日、まあ、車乗ってるんで、2、3ヶ月に1回はもう、必要経費みたいなことで考えなきゃいけない時代になっちゃったのかなという気もします。まあ、でもそんなことは言ってらんないんですけどね。はい、まあ、そんな感じなんですけども、まあそんな感じでどうでしょうか、逆に。そうですね。はい。まあ、道交法が営業ナンバーの人を優しくしてくれる、うんうん、そうですね。法律に変わってくれたらなと思います。証明集めていきますか、みんなで。そうですね。そうですよね。それやりたいです、はい。そうですよね。はい、ありがとうございます。ということで、今日はちょっと不安は解決できなかったと思いますが、はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。